松見田がボールを持っていきました。左サイド、さあ早い展開でボールを出す、ドリブルでリード、さあここ抜けていった、シュートを打って決めていきました。今シーズン2点目のゴール、背番号9番の富樫、パスをつないで最後は富樫でした。冷静に流し込みました、田辺のこのボール、富所からのこのボール。